キクのシュルシュルラジオです。え、久しぶりの配信になるんですけれどもね、最後がね、あのー、最後に上げていたのが、あめちゃくちゃ変わった設定のラジオコントっていうね、ラジオコントがなんかこういいなと思い始めていて楽しくなっちゃってきてて、で、占い関係のラジオコントとか自分にヒーローインタビューするみたいなラジオコントやっていく中でも乗ってきちゃって、あのー、 こんなのあってもいいだろうっていうのが、あの、運営から出されためちゃくちゃな言葉を一言も間違えずにこう暗記してね、ずっと覚えてで、一切間違えずに言い,言い切れたら1000万円っていう大会があったらっていうことを考えてね、 で、それがコロナの影響でオンラインになっちゃったんだけれども、それが開催されていて挑戦するっていう。で、挑戦しているのが、あ滝沢文明さん43歳という、う二次の父、会社員っていうね、<laughs> その人が <laughs>、挑戦して、えー、さてどうなるんでしょうかっていうコントをね、上げさせていただいたんですけれども、まあ、皆様から、あの、いいねがない。ほん 本当にいいねがいただけない状況。一件ぐらいしかないですね。あの、橋休め的にラジオコントいいなと思ってやってるうちになんか自分が乗ってきちゃって。で、それを出してるうちに結構リスナーの方からも面白いですなんていうコメント、好意的なコメントをいただいたんでね。いよいよっていうことで自分がエンジンかかって出したラジオコントを意外とリスナーの人は、いや、そういうのじゃないから、みたいな。ははは。 もうそういうのいいから、みたいなね。それはそうですよね。スピリチュアルとか、サイキックとか、もうそういうことをね、あの、精神世界を話していきますっていう。<laughs> ラジオがものすごく脱線しちゃって、キックのちょっとそういうところ出ちゃいましたっていう感じだったんですけれどもね。まあでもその中でね、最近ちょっとこう、あの、リモートっていうかな、鑑定なんかでもメール鑑定とか文章で、とか LINE でやらせていただくね、鑑定がこう立て続けに、あの、ご依頼いただいたりして、忙しいのは本当にいいことなんですけれども、一つ一つを丁寧にやろうということでね、あの、ちゃんと時間をかけて、ね、集中して、えー、やって、 って言いましたらね、意外と、その他の作業とかもあってね、で、なかなか配信できなくて、もう、もしここで俺が本当に死んだら、 キックのシュルシュルラジオ130何回やってて最後があのコントだったっていうね危ないところだったっていうところで <laughs> 今回ちょっと間が空いてしまったんですけれども久しぶりにねあの配信してるんですけどもでもねまあ本当にねあのリモートとかまあオンラインでお仕事成立最近僕も含めてねしてる人多くなってきてるんじゃないかなっていう感じがすごくあって で特に僕はね、もう今家でね、まあ、もちろんあの東京でね、レギュラーの番組の仕事なんかもやらさせていただいてるんですけれども、で、たまにね、あのー、この間もね、あの FM のラジオに呼んでいただいたりとか、そういうのはあるんですけれども、基本はもう、家でパソコンがあれば、まあ、スマホはギリだけれども、成立するんですよね、仕事が。で、そういう時代になってきてるタイミングで、もう、 東京から離れる人が今後ね、本当に増えてくるんだろうなって思うんですよね。今僕がたまたま奥さんが住んでる西日本と行ったり来たりするんだけれども、西日本の本当にね、こう自然がね、あの、あるところでね、生活すると、本当にね、空気がまずいいでしょで、車があれば、東京に置いてた自家用車も今もう持ってきましたからね、西日本に。車があればね、 まあ、割かし30分も走らせれば、海に行けたり、から、山に行けたり、キャンプ場もあったりとかして、で、買い物するのも、あの、でっかい、まあ、ショッピングモールみたいなものがあったりすればね、割かし子供も安心に遊ばせたりしながら買い物もできるし、何でも入ってるみたいなこともあって、どう考えてもこれ比率がだんだん西日本がこれ増えてくるだろうなと思って、 なんならちょっとこっちにいろいろ番組に売り込みかけてみようかなとかね <laughs>、思ってるぐらいのタイミングなんですけれども、僕にも関わらずそういう人が増えてくるんじゃないかなと思ってるタイミングで、2021年からオンラインでこう作業するということで、地方に移住しますという人には最大で100万円の補助が出るなんていう話が出てて、まあこれいよいよそういう時代になってきたなと。で、ね、まあコロナということで、 まあこれいろいろありますよ。自然発生的なものなのか、陰謀的なものなのかね。でも、本当に世の中の仕組みが大きく変わる。産業革命、えー、以来なんじゃないかっていうくらいのね、大変化が起きるんじゃないかっていうふうに思うんですけれどもね。 まあそこに伴っていろいろ出てくるものはあると思いますよ。今インターネット限界説みたいなものも出てますからね。これがあと30年ぐらいすると今もうコロナのことによってね、リモートが成立しだしたんだってみんなは思ってるんだけれども、劇的にインターネットを使う量が増えている。で、5G で対応させようとかいろいろ言ってるけど、その 5G 自体がそもそも人間に対してのものじゃなくてね、AI を あの、フルで活動というかな、稼働させるためのものであってね、人間に関してはこれ健康被害が出てくるんじゃないかっていうね、まあ、まあ、報告されてますからね、実例がたくさん。それを、 あの、しっかりと検証せずに推し進めるのはいかがなものかみたいな話があるしね。じゃあ今のままでね、どん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 、うん、インターネットを使う人がさらに増えていくと、今度インターネット自体がパンクするっていうね、今話が出てて、未来においてね、インターネット自体がなくなってるっていう、あの、予言が出てたりも <laughs> するというね <laughs>。 まあ、あながちね、本当に、まあ、パンク寸前ぐらいまでいろいろ今使ってるっていうことらしいですからね。でも、まあ、地方に移住する人は増えるんだろうなっていう感じは本当にありますよね。まあ、タワマン住むのがね、こう、かっこいいっていうふうに思ってた時代もね、タワマンって今、あれ、結構修繕費がね、高くて、それを居住してる人の頭数で割って払うらしいんですよ。 で、地方に、なんかこれリモートで仕事成立すんじゃんって思った時に地方にいた方がね、今の僕みたいに、これ環境もいいし、空気もいいし、っていうことに気づき出した人が、ポロポロポロってターマンを抜けていくと、残りの人たちで修繕費をわらなきゃいけないんですそうすると高くなってくく。で、最後に残った人なんか、大変なね、 あの、お金を払うことになるんですよね。その瞬間、そこにみんなが気づいた瞬間に一斉にタワーマンションから人がバーって出てくるんじゃないかっていうようなね <laughs>。まあ話もあって、まあそれあながちない話じゃないなっていうふうに思うんですよね。うん。だから今電園調布が空洞化してるなんていう話もありますしね。それもやっぱりそんなにこのね、100年に一度のね、 あの、不況だと言われている時代で、田園調布って土地を分割して売ることができないらしくて、で、また、細々したね、決まり事なんかがあって、その中で、あそこに住み続けることができる人って、相当資金力、体力がある人じゃないと、やっぱり無理だと。で、昔住んでいたお年寄りたちが、もうね、で亡くなってきてるっていう中で、じゃあ次の世代の人たちがあそこに住むかっていうと、とてもじゃないけど、あの、それを、 まあ、払える人がいないっていうか、まあ、払うとしても、うん、そこにお金をかける必要あるのっていうことを考える人が出てきちゃったりしてて、で、あそこ自体に今度住む人がいなくなるんじゃないかっていうね、丸々 <laughs> ガランとしていくんじゃないか。で、そんなこともあってか、ちょっと治安も悪くなってきたりしてて、自由が丘あたりにヤングみたいな存在が出始めてきてるなんていう話もあったりしてね。<laughs> まあ本当に時代は変わっていくんだなあっていう感じで僕もね、軸足は本当に地方において、まあ東京いつでも出てけるぐらいのね、 感じで、ちょっと比率を変えていこうかな、なんていうふうには思っているんですけれどもね。まあ、そんなこともあり、今僕はですね、東京と、それからね、あの、奥さんが住んでいる、西日本を行ったり来たりしているということもあってね、ちょうどいいじゃんということで、10月21日にね、大阪で、トークライブをやることになりました。お知らせなんですけれども、大阪のね、ロフト、プラスワン、ウエストというところでね、えー、 お友達のスピリチュアルカウンセラーのアイさんという方とね、アイとキックの占い講座というふうに題しまして、まあ、占いと開運をテーマにしたトークライブを行わさせていただきます。10月21日、オープン18時半、スタートが19時半です。前売り2500円、当日3000円。で、配信がございます。配信はね、ロフト、 プラスワンウエストのね、えー、ホームページからウェブ予約できるようになってます。当日はね、あの会場をコロナ対策万全に期した上でね、えー、ちょっとこう。 海運系、占い系、それから、ま、あ占いのいろんな、あ裏話的なものもできたらな、なんていうことで、えー、やっていきたいと思ってますんでね、えー。ぜひ皆さん、僕のね、ブログ、超超能力者への道、それからね、えー、ツイッターなんかでも情報流しますんで、ぜひね、えー、こちらからも、うん、チェックしていただければと思います、えー。それからね、あの、キックのシュルシュルラジオがノートと連動するようになりました。えー、僕のお話をね、こう聞いていただくだけでなくて、抜粋してね、文字にすることによって、より分かりやすい 皆さんに楽しんでもらおうということで有益な情報をねお届けできればということでございます。こちらもねキックのブログそれからツイッターでねチェックしていただけるようになってます。意外とねこう文字にすることによってすごい情報が情報量多いんですねみたいなことでねあのご好評もいただいてますんでチェックしていただければと思いますということで今回お知らせも含めての近況報告でございました。